そう、は、新末民発の軍人、政治家、北洋軍閥直令派の指導者の一人、中華民国大総統、陸軍上将、字は、中さん。天津の貧しい家に生まれ、最初は布を打って生活していた。しかし20歳で Y 軍で兵士となり、1890年に天津武美学堂を卒業している。1 8 9四年の日清戦争に従軍し、 王力広方面で戦った。戦後は、遠征街の下で、天津の新軍訓練に従事し、1902年に、円が直令総督に昇進すると、総根は右翼不標第11英艦隊に任ぜられている。翌1903年に景気常備軍が成立すると、北洋陸軍第一陳第一共闘領に抜擢された。1906年に第一根制共頭領となり、 翌1907年には、第三鎮統制に起用されている。同年、東三省総督、女性省に随従する形で総庫率いる、第三鎮は、長春に移住し、総は、総平となる。1911年4月、副都東区組を授与され、7月には帝督に昇進した。間もなく、侵害革命が勃発すると、総は、第三鎮を率いて、 直令省の上司席に急行し、革命派を撃破している。翌1912年2月、遠征外が革命派と和解して、臨時代総統となることに同意、総の第三鎮は遠によって、第三子と改められる。総は第三子を率いて、南縁に急行、北京を掌握した。 1914年4月、総魂は長江上有警備司令に任命され、湖南省の竹州に移住した。翌1915年に遠征外が皇帝即位を図ると、同年9月に総はいち早く上書して、支持を表明し、翌月には小井将軍に任命される。同年12月に、埼津原が半円の五国戦争を起こしたため、翌1916年1月、 縁の命を受けた僧は、長高氏行、後配布、表玉将らを率い、四川省で五国軍を迎撃した。ところが、五国軍の検討と世論の反発もあって、5月に縁は皇帝即位の撤回に追い込まれ、6月には病死してしまう。これを受けて、僧らも四川から撤退を余儀なくされた。霊源広氏が公認の大総統となった直後の同年9月、 総根は直令特軍に任命され、補填に駐留した。霊元広氏と国務総理団気いとの清掃が勃発すると、総は両者と一定の関係を保持しつつ、中立を維持している。団の国務総理悲鳴を受け、1917年6月には、団派の特軍たちと共に一時、独立も宣言したが、実際には、はじむとも裏で連絡を取り合った。 上君副壁では、団を支持し、長君討伐に従事している。上君副壁の鎮圧後、失脚した、霊元広氏の後任として、兵国省が大総統を代理に就任、団貴随は、国務総理に返り咲いた。しかし、ご方運動を展開する港政府への対処を、めぐり、武力統一を唱える団と、和平統一を唱える兵とで一件が相違し、 弾の暗記派と票の直霊派との対立に発展した。総根は当初弾に接近していたが、後に票指示に転じ、11月18日には、直霊派の長江三徳と共に、和平統一の主張を連邦で発した。ところが12月になると、弾気水の副審である女女僧の調略を受け、総根は突然弾指示に転じた。これにより、直霊派の足並みは乱れ、団気髄が主張する。 武力統一路線が進捗することになる。同月中に、総は南西軍第一祖地総司令権領古戦武士に任命され、翌1918年2月には、観光に中、ご配布、氷玉賞、長高氏行らを指揮して、南方政府軍を討伐した。呉や氷の活躍で、総は優勢に戦いを進めたが、同年3月、断基髄は軍港を挙げていない。 暗記派の長をコ南特軍に任命したため、僧は団への不満を抱くことになる。1919年5月に54運動が発生すると、団気随ら暗記派に対する反感から、僧根部下の御配布が運動指示の姿勢を示す。同年12月、兵国省が死去したため、僧がこれを継承して、直令派のトップとなった。僧は暗記派に対抗するため、 長作林ら法典派との連携を強化し、1920年4月になると、固定で八章代表会議を開催した。その翌月には、後が湖南から撤兵して、北上、暗記派への圧力をさらに強める。こうして7月14日に暗記派と直霊派の全面衝突が勃発した。そう引きる、直霊派はもともと軍事力で優位であり、しかも法典派と連合していたため、 わずか4日で暗記派を撃破してしまう。こうして、直霊派、法天派連合が、北京政府を牛耳ることになり、同年9月、宋は、ジカロヨ越氏に就任した。宋根と、張作林は互いに、隕石関係があり、対立を回避しようとする傾向があった。しかし後輩フラは、張の対等に反感を抱き、また直霊派の背後には、英米。 横天派の背後には日本がついていたこともあって、両派の関係は次第に悪化してゆく。1921年12月、朝の後押しで、両氏が国務総理に就任すると、クレはこれに激怒し、ハリを売国奴と非難した。両派の決裂は不可避となり、ついに翌1922年4月、第一次笹口家戦争が勃発した。 この時は政兵を抱えていた直霊派が勝利し、長を山海間の外へと駆逐している。第一次、笹口家戦争の勝利で政治基盤を強化した総根は、同年6月、暗記派、法典派によっていると見られた大総統、女性省を辞任に追い込み、霊元広氏を公認として擁立した。はじむは直霊派の区靴でしかなく、これにより、 直霊派の前世紀が現出した。勢いに乗った層は、自身で大総統に就任しようと格索し、国務総理公しのげや、衆議院議長後敬連、クレイクリンラ性格と結んで、はじめを辞任に追い込む、ための政治工作を開始する。しかし後配布は、霊源広氏をそのまま擁立しつつ、直霊派支配の中国全土への拡大を、優先させるべきとの考えであり、 大層と就任に関わる総根に不快感を抱き始めた。その結果、直霊派は層の固定派と呉の落葉派に内部分裂する動きが生じた。ただしこのらく対立は呉の自制のおかげで完全な決裂、衝突にまでは至らずに終わる。1923年6月、層ははじむの皇帝を包囲するなど露骨な軍事的圧力をかけ、ついに はじめを辞任させた。霊源広氏を追い落とした総根は、大総統就任を急ぐようになる。まず米国の支持を得るために、米国中華講師への工作を行い、同年6月には、大統領をオレンジー・ハーディングから中国、統一支持声明を引き出すに至った。さらに公領やご経連らを通して大々的に、議員の買収と脅迫を行った。こうして10月5日、総は、 北京政府の大総統に就任、新たな中華民国憲法を交付した。しかしその腐敗した過程により、総自身は、まかない戦総統、憲法は、まかない戦憲法などと称されてしまう。世論は、完全に直令派から離れてしまい、さらに直令派内部からも、表局省らが不穏な動きを見せるようになった。第一次。 笹口家戦争に敗北した、長作に率いる法典派は、報復のため軍の近代化を積極的に推進していた。そして1924年10月、法典派が軍事行動を開始し、第2次笹口家戦争が勃発した。総根は、ご配布をカナ南から呼び戻し、山海間でこれを迎撃させる。ところが10月23日、第3軍総司令。 兵玉賞が突然平編を発動し、総を逮捕、北京を制圧してしまった。11月2日、総は正式に大総統を辞任、法典派と表に攻撃される形となった、後も南方へ逃走している。1926年4月、当時北京を掌握していた国民軍指揮官のしか少林は、張作林と結んで反抗しようとした臨時失政団気づを吸収。 ゲイヤに追い込んだ。その際に鹿は、軟禁されていた僧根を釈放している。僧は開封へ逃れ後配布の庇護を受けたが、もはや軍事、政治の前線に出て活動しようとはしなかった。国民革命軍の北伐後は、天津のイギリス疎開に逃れ、長期にわたり空挙した。日本側から、傀儡政権への参加を求められたこともあったが、僧は応じていない。 1938年5月17日、同時にて肺炎のため病没。去年77、ありがとうございます。